初代ギャランでスポーティー感覚を磨いた三菱から1973年8月満を持して打ち出されたホットバージョンがランサー 1600GSR だ。 1.2 リットル70馬力のベースモデルでも抜群のフットワークを誇ったが、こちらは 1.6 リットル SOHC だけに性能も段違い。当時この排気量で110馬力を叩き出しただけでも画期的だった。三菱京都研究所の総力を結集したエンジンはどこから踏んでもよどみなく吹け上がり、まだ珍しかった5速マニュアルとの組み合わせによってどんな走りも可能だった。身のこなしも抜群。全長4メートルにも満たないコンパクトさとわずか825キロの軽量ボディが最大の武器で、すかさず理想のドリフト体制に持ち込めた。決して新しさを感じさせるシャシー設計ではなかったが、全体のバランスが絶妙だったため、いつでも自信を持ってコーナーを攻められる。優れたリジッドアクセルが独立懸賀サスペンションをしのぐという絶好の実例である。 1600GSR は最初からラリーの実戦を想定し、そのベース車として開発された。そのためボディも2ドアのみ。乗用車としての快適性を求めた4ドア仕様は同じエンジンながら10馬力低い 1600GSL が受け持った。緊迫感あるカーブを描くフェンダー、後ろへ向かって跳ね上がるウエストラインなどは当時ラリー界で無敗を誇ったフォードエスコートのコークボトルラインを連想させたため、若いマニアはこぞって 1600GSR を支持した。この 1600GSR こそ後のランサーエボリューションへと受け継がれる三菱ラリー車栄光の歴史の1ページ目となるのである。Thank you.